というところで今日は、はい、ENTJ さん、はい、弱点なしですよね。弱点なしじゃないです。すいません、今日は、はい、ENTJ、 あまり動画でも見られることはないかもしれないんですけど、はい、のご紹介をと思っております。この NT さんはですね、 INTJ さんの紹介とも被るかもしれないんですけど、はい、アブストラクト・ユーリタリアンとカーシー博士は呼ぶが、プラトンでいうところの精神論者、アリストテレスの弁証論者、ガレノスの念液質、マイヤーズの NT 型など性格が密接に結びついており、それぞれの性格の特性は他の特性とこの違いを明らかにしますと、はい、うん、つまり母なる自然は他のタイプ同様、精神論者が他のタイプを選択するっていうことを許してませんと、はい、まあ、結局、まあ、生まれつきみたいなことを言ってるんですよね、多分。これは生まれつきなんですかね、はい、育った環境によるんですかね、これは、まあ、ある程度はどっちもあるんじゃないですか。で、まあ、こうやってまあ一緒になっていく感じですかね、はい、まあ、何を指すかですよね、どこを指すかもありますけどね、はい、で4つの気質それぞれを態度と行動の単一で統一された構成と考えるのは有用で、各気質の個々のメンバーは互いに異なっていますと。例えばこの NT、 私精神論者って言いましたけど、ごめんなさい、はい、これちょっと眼鏡、目が悪くてすいません。理の神の論者と書いて、そんな言葉があるんですかね。理の神、理神、理神論者なんてあるんですかね、言い方が。あ、理神論というのがあるんですね、はい、ヨーロッパ啓蒙時代に流行した合理主義的な自然神論が NT、 はい、申し訳ございません、はい、精神論と読んでしまいました、申し訳ございません。理神論でした。プラトンの合理主義者、アリストテレスの弁証法主義者、ガレノスの念液質、マイヤーズの NT と呼ぶこの ENTJ に対してはザ・フィールド・マーシャルと名付けています。マイヤーズ、マイヤーズっていうのは MBTI の創始者ですね、はいはい、マイヤーズは ENTJ に特別な呼び名をつけていました。彼女は彼らをリーダーの中のリーダーと呼びましたと、うん、ENTJ さん、はいはい、つまりスーパーリーダーであると。本当、はい、ちょんちょんでスーパーリーダーと書いてありますね、はい、これは間違いがなく ENTJ が大企業の立ち上げに備え、現場でいかに効率的に部隊を編成しているかを、彼女はそれを見抜いていたからであると、はい、フィールドマーシャル、マーシャルっていうのは陸軍指揮者みたいな、はいはい、部隊の集結とは明確に定義された目的のために人員や資材を調整することであり、これは ENTJ が特に向いていると、彼らをフィールドマーシャルと呼ぶそれが理由だと。この種の調整活動を定義するのに便利なもう一つの言葉は動員であると。人員や資材はこのマーシャリング、マーシャリングっていうのはコンテナヤードにおいて適切にコンテナをきっちり詰めるように配置するのをマーシャリングっていうらしいんですけど、人員や資材はマーシャリングと同様に動員することができるが、唯一の違いはこの動員っていうのは効果的な部隊を目標に向かって動かすことを意味し、マーシャリングは効果的な部隊を目標に結びつけることを意味していますと。いずれにせよ野戦司令者たちの基本的な原動力は自分が思い描く目標を達成するために効果的であると約束された部隊を指揮することであると。きっちりやりたいって言ってるんですかね、まあ、上に立ってきっちりやりたいよって言ってる。そうじゃないですか。絶対この動画見ないですよね、 ENTJ だって思ってる人は。絶対見ないことはないですけど、はい、まあ、見る暇あったらなんかやってる感じじゃないですか。そうですよね、はい、第二次世界大戦中に3人の ENTJ が米軍の指揮を取っていたのは偶然ではありませんでしたと。ジョージ・マーシャル、ドワイト・アイゼンハワー、ダグラス・マッカーサー、
いずれも人員と物質を世界規模の目標に向けて戦略的に動員し配置する彼らは天才でしたと。勃発当時、統合参謀本部の議長を務めていたマーシャルはすでに最高位にあり、東部戦線と西部戦線を指揮する司令官を誰にするかを彼は熟知していましたと。当時はまだ大佐だったアイゼンハワーは軍事戦略の優秀な学生で、彼の最高作戦立案者としてマーシャルのもとで彼は働いていましたと。またフィリピンでほとんど何の仕事もせずに苦悶していたマッカーサー将軍もマーシャルの目に留まり抜擢されましたと、はい、彼らは偶然選ばれたわけではありませんと。マーシャルは2人とも長年経験を積んでいて高い戦略知性を十分に評価し、彼らをその地位につけましたと、はい、プラトンの合理主義者、アリストテレスの弁証論者の派生として ENTJ は多くの点で他の NT とは変わりがありませんと。全ての合理主義者と同様にコミュニケーションは抽象的で目標の実行は実用的です。彼らは科学を学び技術に夢中になりシステムと上手に連携します。彼らの視点は実用的で懐疑的で相対的であり、空間的な交差と時間の感覚に焦点を合わせていますと。そういう友達います？まあ、ここの説明にあるほど飛び抜けた人はいないじゃないですか、そんなに。あ、少ないんですかね。確かに少ない、まあ、数が少ないかどうかもあるし、はい、ここまで典型的な人ってどのタイプでも少ないじゃないですか。あ、まあ、読むとね、確かにね、はいはい、そこまでの人ってなかなかいないみたいな、はいはい、でこの ENTJ さんは自身を独創的で、はい、自律的、はい、そして断固たる存在と捉える傾向があります、はい、可能であれば冷静であり理性に信頼を置き成果を渇望し、はい、知識を求め尊敬を求め科学とテクノロジーの魔法使いになることを目指しています、はい、知的で彼らは外交戦術物流よりも戦略に傾倒しますと、はい、この ENTJ さんフィールドマーシャルは他の合理主義者と同様に人口のわずか 2% と希少ですがそれ以上の影響力を発揮していますと。男性でも女性でも年齢に関係なくこうした人物は他人を導く運命にあり幼少期から集団を率いてトップに上り詰める力強い姿が見られますと。時にはまるで何もしていないのにリーダーになってしまうフィールドマーシャルもいますが、それは彼らがどこにいても秩序と効率性をもたらす強い衝動を持っているからですと。人材と資源をうまく活用し最小限の労力で最大限の成果を出すことを目指し目標達成に必要なあらゆる作戦を実行し不要な作業は静かにそして徹底的に排除していきます、うん、それが人であれとは書いてないんですけどね、はいはい、これは強いですよね、はい、あとは思ってないんですね SP さんは。何が強いかですよね。これだザクッと受け止めてくださいよ。強そうですねって、はい、そしたらみんな強いですもんね。もうダメで話にならん、はい、すいません、では家を建てる例を考えてみましょうと。フィールドマーシャルを責任者にすると彼彼女は全てのステップを調整します。まず基礎を打つためにセメント工を雇い入れますが同時にスラブを注ぐ前に配管工を雇って水道管を設置し水道管を接続します。次に大工、電気工、屋根職人、天井板職人、塗装職人、そしてキャビネット職人が登場し、ENTJ は人材と資材の無駄を最小限にするために論理的に順序に従うことを欲求します。同様に、
フィールドマーシャルは組織を構築せずにはいられず、目標を達成するために尽力せずにはいられません。他のタイプよりも ENTJ は幼い頃から芽生えた調整スキルを正確かつ疲れを知らずに働きます。そのため彼らは体系化、優先順位の整理、一般化、要約、証拠の収集、そしてアイデアの提示にも長けています。軍事、ビジネス、教育、政府など組織の責任者となった場合、ENTJ は組織の行く先をビジュアル化し、それを他人に伝える能力を持ち、またその能力を発揮するのを望んでいますと。 INFP さんとの落差ね。トヨタみたいです。まあそういう人たちなんでしょうね、はい、あそこの上にいる人たちは、はい、あの看板方式とかジャストインタイムみたいな、はい、この時間にこの資材をここに運べみたいな感じですよね。だいぶ今ほころびが出てますよ、はい、あれってこう下請けがっていう話じゃないですか。困ってるみたいな、ついていけませんってついていきませんというか、こう僕が聞いた知り合いのトヨタの下請けをやってる運送会社の社長が、出していい話ですかそれは。出していい話です、はい、こう結局倉庫に全部効率化して、はい、この資材をこういうふうに順番に詰めると、出すときにこの効率よく、全部効率がよく回るから、はい、あなたの会社はこの時間何時何分何秒にここに、何分にここに到着してくださいって言われると、はい、そんな何分に到着できるわけないじゃないですか。前とかもダメなんですか。前とかもダメです。その時間に行って前のトラックが入って荷物全部下ろした後じゃないとダメ。いやいや、その待機場所いりますよそれ。そうで、そうするとその周りでみんなトラックが待機してるみたいな、自分の番が来るまでみたいなことを言ってて、あ、結局下請けが大変なんだよみたいな。トヨタはそれで効率よく回ってるのかもしれないけど、まあ、僕もどっちかというとあの、はい、お世話になってる人なので、はい、みたいなことを言ってました。へえ、はいはい、すいません、長いものに巻かれる二等兵です、はい、でもまあ名古屋は今、はい、愛知県はそれで持ってますから、それで持ってるんで、てか日本はそれで持ってますからね結構、はい、はい、ほころびが、まあ、ほころびはちょいちょい出るかもしれないですね、はいはい、それでも結局、はい、電気自動車は終わったじゃないですか、はい、ベンツも BM も撤退して、はいはい、そういうことですよね多分。まあ分かんないですけどね、あ、今後ね、まだね、はいはい、トヨタは全部って言ってたじゃないですか。トヨタは全部やってます、はいはい、ではすいません。これらの決断力があり率直な合理主義者は現場において責任ある地位に上り詰めることが多く、指揮を執ることを喜びますと。彼らは非常に一途であり、彼らのプロジェクトやキャンペーンに没頭しやすいので、仕事のために他の生活領域を簡単に遮断してしまいますと。優秀な経営者は事前に計画を立て、短期および長期の目標を念頭に置きながら部隊をスムーズに機能するシステムを動員しますと。 ENTJ にとって何をするにも常に理由がなければならず、人の感情は通常十分な理由になりません。彼らは他のタイプよりもあらゆる形態の官僚主義を削減するスキルに長けており、プログラムに参加できず効率を上げられない従業員を解雇する覚悟が断固としてあると、うん、フィールドマーシャル ENTJ は一定の規定の手続きに対しては寛容だが、その手続きが目標達成に非効率的であるっていうことが示されると、それを容赦なく放棄します。フィールドマーシャルは究極の実用主義者であり、手段と目的の関係を常に意識しています。目標がなくなった手順は即座に廃止され、その担当者はより生産的な行動にシフトされます。 ENTJ が責任者を務める場所ではパーキンソンの法則は生き残る可能性が低いですと。このパーキンソンの法則というのは、仕事量は与えられた時間に膨張するように見えるという法則ですと。あ、時間に合わせ仕事する、あ、みたいなことですかね。なるほどね、はい、効率よくどん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 仕事をこなすっていうよりは、たまにはいいじゃないですか、まあ、たまにはいいのかもしれないけど、はい、いつもだとこいつは無能だみたいな感じで、はい、はい、この
フィールドマーシャルは家庭でも主導権を握り、誰が決定を下すかっていうのを明確にします。男性も女性もパートナーには多くのことを求めますと。なるほど、はい、パートナーは押し流されないためには強い個性、はい、断固とした自立性、多様な興味、そして健康的な自負心が必要ですと。パートナーにはそれが必要だと、はい、耐えられるのでしょうね、はい、プレッシャーに。しかしキャリアウーマンは自分の家庭と家族をプロとして、これはキャリアの一部、つまり資源とみなし、自分のキャリア向上に利用しがちな ENTJ 男性には魅力的ではないかもしれませんと。 ENTJ 同士だとって話ですかね。ああ、かもしれないですね。彼はパートナーが市民活動や地域活動に参加し、社交的に洗練され教育を続けることを期待するかもしれません。一方 ENTJ 女性は自分の強い意志に圧倒されないパートナーを選ぶのが難しいかもしれませんと。でもまあ多分生きづらいとは思ってないんでしょうね、 ENTJ 女性は。はい、思ってなさそうな、自らそれを選んでるって感じですもんね。パートナー選びが難しいっていう、イライラするんじゃないですか。生きづらいとは思ってないけどっていう感じの説明ですよね。すいません、ちょっと読解力が、はい、すいません、僕色で。生きづらいは多分言われる側じゃないですか。あ、だから生きづらいとは思ってないんだなとは僕も思ってます、はいはい、子育てにおいてもこのフィールドマーシャルは完全に指揮を取りますと。子供は親の期待を理解しそれに従うことが求められますと。あ、これは俺は無理だなすいません、子供無理だな、はい、もし従わなければ ENTJ の親は騒ぎを起こしたりはしませんが、むしろ誰が責任者で何を求められていて、そして犯行の避けられない結果はどうなのかっていうのを静かに説明しますと、はい、このような統率力に畏敬の念を持たない子供は少ないでしょう。フィールドマーシャル ENTJ にとって結婚と子育てはどちらも重要ですが、これらの役割は時には強いキャリア志向と仕事に費やす膨大の時間のために後回しになることがありますと、はい、仕事の方が大事ってことですね。はい、キャリアを積むことの方が大事、大事って話ですね。まあ僕は家族が第一だって、はい、思っているので、はい、話が合わないんだろうな。はい、だからもし奥さんがそっち側だったら僕なんか選ばれないでしょうねもっと働けみたいな感じなんじゃないですか。あの、組んでくれるならいいですよ。組んでくれる、スケジュールを、それを、まあ、自分でやれって話じゃないですかじゃあ多分ね、はい、僕も選びませんよ。はい、無理だなって思いますもん。はい、多分付き合った初めの時に、はい、すいませんという ENTJ さんでしたと。すんなり受け入れられたらいいんですかね。受け入れられます、人のことって。わかんないですけど、 SJ の説明とか受け入れそうじゃないですか。ああ、システム化を外部にも不協調整できるのが、まあ、ENTJ さんでしょうね、うん、誰かミスして遅れたらめっちゃ、そうですね、切れそうです。怖い、怖いですね、うん、この時間に運ぶから効率よく済んだみたいな話ですよね、はい、工場が全部止まるじゃないかみたいなじゃあだったらさ、はい、だったらさが出ますよね、はい、待機場所、待機の場所を作れよみたいな、はい、まあ切られると困るからみんな待機してるんですよ、はい、僕も待機するだろうなって思います、はい、まあ人間社会ですからね、なんか、はい、多めに見てほしいんですけどね、人間じゃないですか、はいすいません。 ENTJ の女性は周りの環境が一般的な女性像を押し付けるタイプだと理解を得られなくて苦しむ方かもと。なんか僕の中ではそんなことも気にしてない感じですけどね、うんうん、戦いそう、あ、もう全然そんな感じ、うんうん、何言ってんのみたいな、うん、詰めそうそうそうはい、なよ、はい、苦しんでないだろうなって思いも、でどっちかというと体調がおっしゃった、はい、そういうのになんかイライラしている、はい、イライラしそう。 ENTJ さんは理解されたいんですね、意外です。システムのためじゃないですか、俺の考えを理解しろじゃないですか、ね、あ、まあ
マニュアル読んどけだと思いましたけどね、はいはい、で俺のやりたい通りにお前ら動けみたいな理解しろじゃないですか俺一気だが出てきますけど、はいはい、織田信長な感じですかね。あ、そうかもしれないですね。銃何丁この日まで、はいはい、持ってこいみたいな、うん、でできた秀吉偉いみたいな、うん、お前元農民だけど、はい、上がってこいみたいな、あ、そういう意味ではフラットですよね、まあ、そういう生まれとか、はいはいはい、成果重視、色の肌の色とか、はい、もうそんなの気にしないみたいな、はい、でも能力は気にする何が苦しいんでしょうね、はい